皆さんお茶リットです。いやついに終わっちゃいましたね。本当この公開日が非常に楽しみでもあり、そして完結してしまうという号で、寂しくもあった、ホズランサキン映画5等分の花嫁の正直すぎる感想、今回はですね、いつも俺最初のネタバレなしでこのネタバレありで話していきたいと思います。最初はネタバレなしで話していきますね。花嫁の 誰かとか全く言わずに話していきますし、ここはどう良かったのか全体をネタバレなしで話した後に、後半はネタバレありの感想ではもう花嫁の誰かとかもがっつり触れつつ、また僕自身原作勢です。本当に5等分の花嫁と青春を共にしてきたと言っても過言ではないです。なんか私ぐらいの年代の人がやっぱすごい映画館、上映館が107館とかで、それもあるのかもしれないですけど、満員でした。でも本当まずそれがすごい嬉しかったし、で、やっぱ同じような年代の方がすごいいらっしゃってね、あ、やっぱ一緒だなとか思いながら、もう当時もずっと1話から毎日毎日、特に後半はもう0時になった瞬間にずっとね、マガポケの電子のアプリでね、定期登録してるんで読んでたんですけど、マガジンの方を。単行本もこうやって買わせていただいてますし、アニメもこれまで本当にいろいろ言われてきました。1期に関しては作画崩壊、2期はもう原作カット、2期はねめっちゃもろいと思って、わし円盤も全部買ったんですよ。なんだけどやっぱすごいいろいろと言われてた中でついに映画を迎えまして、できれば3期やってほしかったっていう意見も多くあって、僕自身も正直思ってました。原作も4巻分ぐらいやって、これ尺足りるわけないよねって言ってた中で、なんと136分も、今回上映時間がありましてね、普段あんま映画館とか行かない人はきつかったんじゃないかなと思うような時間の中で、ぶっちゃけどうだったか、例えば得点もね、こうやってついていきましたが、こちらの得点の方もあとで話しますけれども、安くネタバレなしの感想上前置きなくなって申し訳ないですが、結論から入っていきたいと思います。正直今回の映画どうよというところで、絶対尺足りないと言われた、僕自身も足りないと言ってた中で、正直ですね、今回の映画見させていただきまして、最高でした。もうね、めっちゃ泣きました。本当に。ありがとうございました。こうやってラブコメアニメっていうのは、完結せずに終わってしまって作品非常に多い。この作品も累計部数1700万部とか突破してる、もう本当にとんでもなく人気のラブコメ漫画で、多分完割1巻あたりで言ったら一番すられてる作品だと思いますし、本当に世間的な人気もものすごい、知名度も多分ものすごいことになっているっていうのが、この5等分の花嫁って作品で、だからこそ、でもそれでも完結までやってくれない、やれないっていうアニメもある中で、この作品は劇場版で見れる、アニメ3期やってほしいって思いもある中で、映画で よかったなと思ったのは、やっぱ映画館で見れるってやっぱすごい大きくて、5つ子たちをスクリーンで見れるやっぱ何よりも楽しみでした。そんな中で今回原作の話超えてきたんじゃないかなっていう、本当に素晴らしい出来で、やっぱ好評意見かなり多いみたいなんですけど、原作勢、この本当大ファンからしてももうものすごい出来だったなと。本当にやっぱ原作方確かにあったん、ありましたし、あ、マジか、ここカットするんやとか、なんかその細々としたところもあったんですけれども、最終的に、もうめっちゃ泣いてましたし、五つ子の可愛さもものすごく出たし、なんかこの映画ならではのというか、この声優さん、ね、声が合わさってた笑いみたいなのも出てきたりもしてましたし、もう歌もめっちゃいいね。最後のエンドロールというかボロ泣き、もう映像めっちゃいいしというところで、136分も総じても最初から泣いてましたけれども、素晴らしかったし、この作品っていうのはやっぱ花嫁っていうのが決まってくる作品、なんですけれども、やっぱ5つ子全員がやっぱ最後までヒロインをしてる、やっぱこの作品の凄さを改めて感じましたし、この5等分の花嫁の映画っていうのは、ちょっと若干ネタバレにはなんないぐらいの範囲で言うと、ラブコメってよくあるのが、誰々と付き合います、終わりとか、この作品が結婚相手が誰かっていうところから始まりますから、付き合います、結婚します、みたいな、バーン終わりっていうのが、大体のラブコメだと思うんですけど、この作品ではそのエピローグっていうのかな、そのところやっぱすごいしっかりやってくれてて、最後までやっぱその5つ子全員がやっぱ幸せになる未来っていうのをもう丁寧に丁寧にやっぱ、丁寧に、とんでもなく丁寧にって、そこまでその、すごい時間使ってるわけじゃないですけども、やっぱもう非常にそこはうまく描いてくださってたなっていうのは思いました。で、
まあ、正直やっぱ原作読んでた時に駆け足だっていう印象がすごいあったんでさ、最後僕自身も当時読んでた時ほんとね、まあ、ちょっと最後の祭りがイチカの場合で、まあ、あるんですけど、なんかあるんですけど、ね、今回の映画出てくるんですけど、もう毎は毎はもうね、もう絶対にネタバレも食らいたくないし、誰が花嫁かってもネタバレ食らってそんなの知ったらもう最悪だと思ってね、でも何がなんでも0時もなった瞬間に毎が読んでたんですけれども、やっぱその後半の、まあ、特にその花嫁が決まってぐらいからすごい駆け足だなって僕は印象があったんですよ、原作読んだ時当時。で、やっぱ一緒に読んでるマガジンとか読んでる先輩とかも、ね、これちょっと打ち切り漫画みたいになってません、漫画みたいな話をしてたんですけど、これがまた映画のなんて言うんだな、その間の取り方とか、まあ、アニオリもちょっとあったりして、そこの入れ方がまた上手くて、映像として見た時、音をつけて、動きをつけて見た時のこの素晴らしさ、すごい感じまして、まあ、むしろ駆け足だなと思ったところも、あ、こんなにこの結婚っていうかその付き合うってなってから、お互いがその付き合うってなってからの、までからこんなに丁寧に描いてくれてたんだ、この作品は。素晴らしいなと、本当にすごいそれぞれのキャラをすごく大事にして、で、やっぱ負けヒロインでなってしまいがちのこの最後のところ、最後までみんなが勝ちヒロインっていうか、まあ最後までみんながヒロインしてるなっていう、素晴らしい作品だったな。でもキャラの可愛さも抜群に出てたし、上杉風太郎っていうやっぱ主人公の魅力も、あ、だから彼はこんなに好かれるんだっていうのもわかるよ。なんでこれ上杉君とか泣いちゃってるのかわからんけど、っていうのもあって、素晴らしかったです。はい。素晴らしかったですが、ちょっと言いたいこともあるので、まああんまね、もう正直もう僕ベタ褒めだけして終わりたいところあるんですけど、まあ正直すぎる感想ということなんで、ネタバレなしの部分でも、まあちょっと気になった点が、まあ2点ぐらい、まあ1点はちょっとネタバレありになっちゃうんで、まあまた後で話そうかなと思うんですけど、まあネタバレなしの範囲で言えるところはまああってしまったので、まあそれを言いたいと思いますね。まあいい気分で帰りたい方はもうここで終わるのが、あれでまたがっつり話しますけれどもっていう、まあちょっとスキップしていただければなと思うんですけど、やっぱどうしても僕気になったところとしては、作画ですね。うん、やっぱアップの顔も非常に可愛かった。まあ素晴らしいね。もう、ね、もうみんな可愛かったっすさ。まあ僕も推しがいまして、まあその推しはもう死ぬほど可愛いけど、もう他のキャラもめちゃくちゃ可愛くて、もう映画見てる中でも推し変わっちゃうんじゃねえかっていうぐらい、やっぱり当時原作見た時も毎回思ってましたけど、っていうだけのやっぱこの5つ子それぞれの魅力があって、うん、このアップの顔ってめっちゃ良かったんですけど、やっぱこの引きの映像がまあ正直ひどいですね。なんとかなっただろうと。まあ多分2期もね、もともとアニメ2期も作家いいとか言われてる、まあ1期よりいいと言われてるけど、よくなくないっていう声もあって、まあ、僕は正直そんなによく別にいいと思ってたんですけど、やっぱ映画ってこうスクリーンこうバーンでかいじゃないですか、見た時には。ちょっとこれ、いや、アニメ2期と同レベルか、これちょっと映画の作画じゃねえぞと正直僕は思いました。ここはね、やっぱもうちょい頑張ってほしかったかなっていうのは、ありましたね。まあ、でもやっぱ結局、ラブコメってこのアップの顔を可愛きゃいいじゃんっていうのは正直思ってるんで、まあ、そういう面ではいいんだけど、やっぱその映画のクオリティとして、やっぱ一評価として見たときには、やっぱそういうね、感覚がすごいありまして、まあ、でもまあ、個人的にはやっぱそのアップの顔を可愛かったらええんやねってずは思ってますけど、まあ、この作画はまあ、明らかにもっと頑張れたよねって正直思いまして、結構雑、闘神のところに関して、まあ、そもそもその作画ちょっと、もはやなんかキャラ崩れてないみたいな感じも結構あったし、っていうところかな。で、ストーリーとしては、まあ、基本的にはもう、まあ、一ミリもなんか踏まわないというか、原作、まあ、正直その、ね、尺絶対足りないと思ってたんで、本当にこう、うまくやってくれたなっていうのが印象ですし、時系列もちょっとうまく変えたりしてて、もう素晴らしかったなって。円盤も買いますわ。これはもうほぼ確実に買おうと思ってます、円盤に関しても。っていうだけで素晴らしい話なんですけど、やっぱその原作でもやった部分が、やっぱ映画で見てもちょっともやっちゃったなっていうのは正直あったんで、まあこれネタバレありになっちゃうね、完全にネタバレありでまたやらせていきたいなと思います。はい。で、この 14.5 巻どうかと、映画館に見に行けばね、これを、まあ、これで見れますから、これ読めますからね。で、これマガジンの最新号にもあったんですよね。僕最近読んでたんで、まあ別に軽く復習というかもう一回読みますって感じなんですけど、まあこれはね、まあまあ、なんかそのこれ目当てで行くほどじゃないかって正直なところでありますけど、なんかまた新しくこの五等分の花嫁がもう一話見れるんですけど、これが、まあ、何話だこれ 14.122 プラス1話っていう感じで、いつづこちゃんは秘密を五等分できないっていうエピソードになってるんですけど、まあでもファンは必見かなっていうのは感じますし、なんかまた新たに五等分の花嫁見れてよかったなって思いますけどね。はい。なんか作画変わったりとか、いろいろなんか意見もね変わってるみたいですけどね。はい。っていうところですね。得点、
まあ、特典目当てで見に行くというよりはその映画自体を目当てに見に行くのがいいんじゃないかなと思いますし、まあ、もしかしたらねここまで花嫁をね一切知らずに見てきたという方もしかしたらいらっしゃる気がするけどね、どうなんだろうね。もうさ、こんだけ話になっちゃったらもう多分花嫁の話も入っちゃってきてんじゃないかなと思うんですけど、まあ、やっぱ話知ってても楽しめると思いますし、まあ、でもやっぱそのカットされてるのは正直ちょっと分かりづらさみたいに出てくるとこあるから、まあ、原作で保管するのはやっぱよりいいのかな。まあ、原作ファンは まず楽しめるんじゃないっていうか、アニメの方がすごかったっていう正直。やっぱその原作のなんか絵の破壊力ってあるんですけど、アニメのやっぱ絵の、まあ、その作家の破壊力もあるし、うん、構成も非常にうまくて素晴らしかったなと、ボロボロに泣きましたというのが、結論になります。はい、ネタバレなしの感想を以上としまして、ここからネタバレありの感想って言うとめちゃくちゃ長くなっちゃうんですが、まあ、なるべく端的に話そうと思うんですけど、まず当時のねちょっと心境みたいに振り返りつつ話していきたいなというところなんですが、いやーやっぱね最後の祭りが一華の前とか、まあ、あの辺でどうなるんだどうなるんだと思って、あ、まあ、当時も毎回さっきも言いましたけどレイジとかにも見てたのもうすごい思い出しながら見てて、あん時見てたとかってなんかちょっと昔を思い起こしながら、であの花嫁が決まった瞬間もネタバレありなんで言っちゃいますけど、四つ葉ちゃんに決まったというところ、四つ葉ちゃんとこも時系列うまく変えつつ、またよりなんか感動的なシーンになってたのかなっていうのは思いましたし、あそこもアニメオリジナルも入ってましたしね、うん、すごい、まあ僕自身ね、あの四つ葉推しなんですわ。私四つ葉ちゃん推しだったので、まあ当時はすごいびっくりしました。あの武田くんの発言、あの一番最初に見分けられたの誰なんだって言った時に、風太郎がなんかすごい、みたいな感じの顔をして、あ、こいつその子が好きなんやないかということで、それ四つ葉なんじゃないかみたいな話がすごい湧いてたんですけど、当時からね、その当時リアルタイムで読んだ時に。でも、さすがに四つ葉ねえだろってなってたんですよね。で、僕も正直四つ葉ないだろうなって思ってたんで、マジでびっくりしたんですけど、やっぱその、まあ、その風太郎から見た四つ葉でもある、その四つ葉のやっぱこれまでとか、まあ、彼女、まあ、てか、やっぱこの作品のいいところっていうのは、あの、五等分のね、5つ子のヒロインっていうのは、もともとみんな一緒のはずなんだけど、それぞれがやっぱ努力したことで、それぞれの形になって、それぞれの成果が出てきてて、みたいな、まあすごい良くて、四つ葉でやっぱすごい運動頑張ったから、そのまあすごい運動神経がそもそもめちゃくちゃいいわけじゃないんですね、彼女に関しても。明らかにその後天的に身につけたという要素が多分大きいと思うんですよ。でもニノンの料理うまいとかに関して、ミンクやっぱ料理が、まあ最初下手なわけですよね。で、それで歴史が好き。まあやっぱその、それぞれがやっぱそれぞれ頑張って、結果それぞれの方面の能力を伸ばしてる魅力が出てきてる、やっぱこれやっぱこの先のまずそのヒロインの魅力を際立たせてるところでもあり、でそれやっぱ分かりやすいんですね。こう5つ子だからみんなそれぞれ最初は同じだった、でもそっから変化していったっていうのが分かりやすくて、でまあ四つ葉に関しては今回の文化祭のところでもね、あのまあ本当やっぱすごいまあがね、頑張ってる時はみんなのために動こうっていう姿勢がすごい見えてきて、だからこそ風太郎が惹かれたのかなとか、彼自身もやっぱものすごく助けられたんだろうなっていうのはすごい思ったし、まあまあ推しとしてはもう大満足だったんですけど、まあ、やっぱ当時もやっぱ結構おえって思った中でも、やっぱしかにその理由付けというか、まあ、あの伏線もいくつも張られてる部分もあって、実は四つ葉がね最初にリボンをつけて特別になろうとしたんだよとか、まあ、その詳細のところもまた明らかになっていくっていうところのね、まあ、映画の話もありましたけれども、まあでもすごかったっすね。四つ葉がやっぱ可愛いっていうのはもう当たり前というか、もうねそれは斜めになる選ばれるキャラですから、もう最高だったわけなんですけれども、あの階段とかもやばいっすね。てかね、それぞれのキスみたいなの見れるわけです。もうあれがやばくて、まあこの作品ってやっぱすげえなって、もうそれぞれのヒロインが魅力的すぎちゃって、まあ、正直もう誰が選ばれて もう僕は全く批判する気はなかった。当時はめっちゃ大炎上してましたけれども、やっぱその決まってからもやっぱそれぞれの魅力がすごいあるんですよね。やっぱそれがすごいなと思ってて、で、もやったっていうところを、まあ、ちょっと話すと、やっぱ四つ葉がなんか認めてもらうとか謝りに行くじゃないですか。上杉さんと正規にお互いがね、好き同士だって分かった後に、
ちょっとまだねこれ付き合えないんだというところでやんなきゃいけないことがあるっていう子で行ってくんだけど、まあやっぱ正直あそこはちょっともやるんだけれども、いつご全員の幸せとか考えたらやっぱあれがベストなのかなとも思いつつ、やっぱここは難しいところがあって、まあだからこそよりねニノとかミクとかいつき、まあもちろんねいちかちゃんとかそれぞれの魅力も出てくるのがまあのシーンでもあり、で最終的にやっぱその四つ葉がああいう行動をしてまあ私のねその思いをね見せていくんだと、何年かかったとしてもっていうところから風太郎のためにね風太郎の好きっていう気持ちをやっぱ出しつつ、まあ、お互いも初デートとかのとこもありましたけれども、見せていったからこそやっぱみんなが幸せになったし、本当にみんなが祝福するような結婚式になったんじゃないかなっていうのはすごい思ったっすね。いつごゲームね、最後のまた当時めっちゃ思い出しますわ。原作読んでてさ、もうみんなわかるんだよね、これはこのキャラでしょとか言ってバチッと当たったみたいな、なんかねすごいやってましたけれども、まあ風太郎もまあもちろんやっぱ愛があれば見分けられるという言葉もありましたけれどもね、もうしっかり見分けまして、であそこでねまあ、これ絶対リゼロ見てる時1億パー笑ったと思うんだけど、いちかちゃんのタイだっていう時があってであれが完全にリゼロのペテルギウスなんよねいやでも爆笑しちゃって一人でちょっと恥ずかしいなとか思いながら見てたんですけど、てか映画館ってやっぱ嫌ですね。なんか僕一人だったらもうもうだなんかうわーとか言ってなってるところをもう必死にこらえて、でもさすがにの涙はこられなかったんでボロ泣きしましたけどまあなんかまたなんかそれもそれで面白かったんですけど、まあすごいやっぱその笑えるところ、ミクがいきなり四つ葉になればいいんだとかなんか言い出したらね、まあもちろんすごい笑えるところもなんかいくつもあったし、でやっぱそのキャラのなんかそれぞれのアップの顔、まあ、いつきちゃんに関してもめちゃくちゃ可愛かったし、まあ、いちかちゃんも、もうほんとそれぞれがもうすごくて、まあ、ニノのキスに関してもいちかちゃんもそうだし、まあやばかったっすよね、マジで。っていう、やっぱそれぞれの魅力が出つつ、まあもちろんその四つ葉っていう花嫁の魅力、なんで選ばれたのかっていうところも最大限に出つつ、素晴らしかったんで、この映画の中でも各キャラの成長みたいなのもやっぱ描いてきてて、素晴らしい作品だったなと思いました。はい、まあ、文化祭学園祭か、っていうところでいうところかな。でもこの感想とかを上げたらもうね、まともに感想語る機会ないのかとか思うと、もうなんかより寂しいんですけども、でも本当にすごい作品だったなって、やっぱの原作読んだ時に感じた駆け足感っていうのもなんか全く感じなくて、それがまたすごいなって思いましたし、いや素晴らしい映画だったなって間違いなく思いましたね。作画だけだねまあストーリーでそのもやった部分に関してはその一長一短っていうか、良いところもあればそこで悪くなるところもあるんだけど、最終的には良かったのかなっていうのは思うし、まあ、この作品がその結婚四つ葉ちゃんに、まあ、風太郎がなんとかついに告白、まあ、四つ葉ちゃんもね、嫌い好きです、上杉さんに嘘つけません、あそこまで良かったりするしね、披露宴のとこで風太郎とか呼んでるとこも、あった良かった、まあ、いいとこ言ったらもう永遠無限になっちゃうんですけど、まあ、すごいやっぱその、風太郎と上杉くんと四つ葉ちゃんがね、もうその好き同士だって分かってからね、やっぱ描き方もすごいやっぱしっかりしてて、この作品は普通はやっぱあんなに描かないと思うんですよね。そこをやってるし、最後のね、旅行の話に関しても、高校生の頃と、5年後のところで、またその重なってくるところもあって、まあでも最後もね、やっぱいつごってめんどくせえと、いやーもうめちゃくちゃなんかもうエモいっていう言葉になっちゃうんだけど、素晴らしいなって思いながら見させていただいてました。はい、で上杉君が最後もものすごくかっこよかったね、もうかっこいいってずっと思いながら見てたんだけど、まあ、彼に関してもやっぱそのいつごね、まあね、とんでもないクソ親父も出てきましたけどなんか武道先生だっけ、もう名前も思い出したくないけれども、まあ、本当の父親みたいなね、教え子をね、に子供の5つ子をね、まあ、表した結果、逃げるって。いちかちゃんが女優だって知ったら、もう、しつかえってくる最悪なね、男が出てきまして、まあ、あんなキャラも皆さん忘れちゃっていいんですけど、まあ、すごい、その、各キャラの、なんかその、成長みたいなところ、それぞれの向き合うところ、また、風太郎の、やっぱ、サポートみたいなのも、すごい出てきたし、いや、本当それぞれの魅力が、もう、めちゃくちゃに出てた。素晴らしい作品だったなと思いました。本当に
制作陣の皆さん、映画として完結、最初は本当に不安ありましたが素晴らしかったと思います。本当にありがとうございました。5等分の悩みに、ね、関する動画もあげることも、もう正直ないかもしれない。映画もね、漫画も完結してしまったということで、まあ、あの春はね、先生ね、前も戦隊大資格やってますけれどもね、またラブコメも見たいなと思いつつ、で僕自身ね、普段いろんなアニメの感想ランキング上とか、あと漫画ラーメンに関する動画も上げてますね。ぜひこの機にチャンネル登録、高評価を押してあげます。大変嬉しいです。ということで締めてます。皆さんの感想もね、ぜひコメントもいただきますと幸いです。ということで締めてます。本当ですね、皆さんここまでご視聴いただきありがとうございました。あとちょっとね、もうちょい話したいことがあった。最後ちょっと付け出しますと、まずですね、ちょっとネタバレです。ネタバレなんですけど、あの、ニノのところ、文化祭の最初オープニングダンスみたいな話ですか？あれめっちゃ良くなかったですか？やばと思って。あれほとんどアニメ無理じゃないですか？原作だとちょっと1コマぐらいあるぐらいかなと思ってて、めちゃくちゃニノも可愛くて、で、それを見てる人、ね、人たちも可愛くてみたいなね、まあ、最高のね、ところでしたし、あとやっぱこの先、まあ、それぞれの魅力、それぞれが幸せになっていくのがいいっていう話をしたんですけど、やっぱそれぞれの道に向かって、まあ、夢に向かってどんどん近づいていってる。まあ、最終的には、まあ、ニノとミクとかお店を開いたりとかしてて、で、あの、ニノとミクが仲良くしてるのとか、またね、なんかあんだけ消えなかったんか、なんか尊いとこもある。またニノのツンデレが健在だったりとかね、まあ、魅力しかないですね。いちかちゃんは大女優として、いつきちゃんは先生としてね、四つ葉ちゃんはどうなのか、サポーターをするみたいな話が出てきてましたけれどもね、まあ、あの風太郎のお嫁さんになることが夢という感じの、ね、話も出てましたけども、まあ末永く幸せなね、結婚生活を送っていただけたなと思いますし、まあやっぱね、あのまだまだ正直見たい話はたくさんたくさんあって、ね、新婚旅行、いつごだしと行く新婚旅行とかもうめちゃくちゃ見たいっすよ。1万円とかで言っても余裕でお金出しますからね、この話。もうこの意見参考にしていただいて、先輩制作者の皆さん、はい。またね、まあ、何かしら、まあ、映画がヒットすればどこまで行くのか、10億は行くとも20億、どうなんですか、上映感が少ないちょっと予想が正直あんまできないとこもあるし、まあ、でもこんな気温が良ければね、ここから見に行くとか、改めて1期2期見て3期見るとかいう人も出てくるんじゃないかなと思いますけどもね、あの20億ぐらい突破すると20億はかなりの高い壁になってくるかなと思いますけどもね、まあ、突破したら大成功と、まあ、そしたらまた新たなエピソードも作ってくれるかなと。待って、私はひとまずちょっと円盤買うつもりですんで、マジでなんか、また、ちょっとでいいんで、ちょっとでいいんですよ。ちょっとでいいんですよ。卒業旅行のね、新婚旅行でも。まあなんか旅行が見たい気がします。はい。まああの、四つ葉ちゃんとの新婚生活、いいですよ。私は四つ葉欲しいですね。ということで、締めたいと思います。ちょっと最後も長くなりまして、大変ね、あの、申し訳ないですが、ここまでご視聴くださった皆さん、本当にありがとうございました。見てない方、ぜひ劇場へ、レッツゴー！